316ヤードです。316ヤード、すぐ測れる。そう、一瞬でしたよね、うん、一瞬。めっちゃすごい。 CL2 というレーザーの距離計、綺麗に見える。手前と奥をこう見分けて距離を測定する飼育機能っていうのがついています。そう、しかも可愛い、うん、可愛い、色が可愛い、色可愛いよね。ドラコンチャレンジでもしますか？あ、いいですね。ここで、こっちの画面では映らないけど、はい、こっちの画面でアメリカの世界大会と同じあの会場で、はい、ナイターでドラコンのルールでドラコンモードでできる。え、すごい。あれがあるんですよ。なるほど、じゃあちょっと今年、まあ、世界大会あるのかないのか分かんないですけど、メスキートである予定なので。そういうのも行くんですか？あ、僕は、はい、あの世界大会に来たら行こうかなと。ここでいいですかって T が。あ、なるほどなるほど。私のかかとが T になってる。一世君笑ってくれるのよ、私のよくわかんないギャグに。僕ね、つばさんずっと笑ってる。助かるんです。何でしたっけ、あれ前回ラウンド。体が反応する。それだ。あれでもね、結構ね、あの新しい言葉生まれましたねとか、うん、あれ面白かった。体が反応僕はあの後ラウンドでプライベートで使ってますから、ね、あ、体が反応した。 OB と反対の方に曲がるじゃないですか。あ、体が反応しちゃった。ウケる？全然ウケない。間違えた、スタートしちゃった。大丈夫、一回止めます。あ、ちょうど始まっちゃうからこのまま説明しますね、はい。まあ、これがスタートして、うん、10秒から今みたいにカウントダウンが始まって、はい、ここに残りタイム2分30秒、うん、で6球、あ、これそうで、ここが記録が残るとここが数字になってって、ファールだとファールってこの横の幅がこう出ちゃったりするとこう×みたいになっていって、この中で最長飛距離が自分の記録になるみたいな感じなんです。すごい。なので、はい、これを潤さんにドラコンチャレンジ、飛距離が伸びて果たしてこのドラコンモードでいくつ出るのか、いくつ出るのか。題してリンゴルフドラコンチャレンジ。イエーイ。で、はい、このモードの方がね、あの飛距離が出やすいんですよ、なぜか。ちょっとそう、僕もね何回か検証してる間に、うん、あっちのトラックマン、大きいもん、こっちもトラックマンなんですけど、これトラックマンの中に入ってるゲーム。あ、そうなんだ。ヒットイットっていうトラックマンの中に入ってるこの PC にパソコンにつなげるとできるんです、うん、だから iPad とかでもトラックマンって、うん、あの見れますね、データ見れるんですけど、うん、あれだとこれできないです。あ、パソコンだとそう、へー、できるんです。400ヤードまであるので、ジョーさん安心して思いっきり振ってください。もし出たらキモくない？なんかもしとかもないけど、もしとかもないけど、もし出たらキモいよ。もうヤフーニュースとかニュースだよ。リンゴル順位400ヤード。誰だよっつって、コメ欄があれ、誰だよこの女みたいな。世界的ニュースになりますね、女子で400ヤード。やっていきますか。はい、やっていきますか。これ超便利なんですよ。これね、ゴルフダイジェスト絶賛連載中の大井トンボっていう漫画があるんですけど、はい、その漫画の作者の方がここに来た時に寄付してくださって、見たことない。見てください。超面白いんだよ。嘘。本当に面白い。僕ね、ゴルフ漫画で一番本当にお世辞抜きに面白いと思う。中に書いてあることがリアルなんですよ。あ、リアルなんだ。いや、あのね、トンボっていうね、うん、島、トカラ列島、トカラ島っていう、うん、もう実際日本にあるらしいんですけど、うんうんうん、めちゃくちゃもう田舎も田舎の島で、うんうんうん、3ホールしかないコースをね、トンボちゃんはね、小学校のトンボちゃんがいるんです。で、イガイガっていうプロゴルファーのね、イガイガっていう人がね、そこからトンボのゴルフが始まるんです。へ、そうなんだ、はい、っていうことでドラコンですよね。ちょっと待って、途中でフェードアウトする。絶対流してもらえないから、意地でも最後まで喋ってあげると。じゃあやりますか。はい、これは
ど、私から J なんで、ジュンさん。あ、一回あの練習サイト、なんか速い、絶対ヘッドスピード速い速い速い、ヘッドスピードが速い。フィニッシュフィニッシュの癖が僕よりフィニッシュの癖。そう、わかんない。でもいいですよ、そこも今度教えます。ちゃんとフィニッシュ、フィニッシュ、あ、いい、そう、そこまで、あそこが、そこ、あ、そう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 、フィニッシュを思いっきりね、フローすると、今みたいに、ジュンさんみたいに横にこう来て、うん、こっちに巻きついていっちゃうと、はいはい、球がね、右にこう行ってしまうんで、そう、あー、そう、こうですね、そっちの方が効きます。じゃあ行きますか。はい、行きます。打つ前に疲れてこれ打ったら、あの、6球打つんですよね。はい、6球。 T の高さとか大丈夫ですか。こんな感じで大丈夫です。はい、わかりました、はい、では、ジュン選手、はい、2分半、はい、6球のチャレンジ、はい、スタートします。はい、よろしくお願いします。お願いします。では、これをしたら10秒前から始まります。はい、10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、お願いします。はい、さあ、始まりました、第1回笑う、笑う、おっと、ジェン選手、左グリッドいっぱい、これは入るか。206、207ヤード。お、これはグリッド入ったのか。丸、入りました、ギリギリ。グリッドイン207ヤード、あとは飛距離を伸ばしていくだけ。入念に素振りをしながら、お、よ、よきじゃない。ボールスピード55出てます。え、キモいキモい。あー、いった。お、1球目を越してきた。210、218、おー、すごい、すごい。ここで飛距離を伸ばしてきました。3球目、もっと伸ばしていきましょう。お、ボールスピード54、クラブスピード38、スピードめっちゃ出てますよ。 お、どうだ、これだ、超えた、超えた、超えた、1ヤード、1ヤード超えた、219ヤード。確実に1球1球距離を伸ばしていきます。残り1分20秒、3球です。おぉ、ボールスピード57、え、ほん、え、クラブスピード39、あ、超えたんじゃない。いやー、226ヤード。どういうこと、どんどん増えてる、どんどん増えてる、1球ごとに本当に増えてる。どう、ボールスピード56、クラブスピード38。いや、飛んでますよ、でもいい球、いい球。お、いけ、お、超えた、228ヤード。嘘、やばくない。やばいです、初めてこんな高知にしてきてる。お、いけ、いや、ちょっと右、ちょっと右、いや、入った、入った、入った。多分もう6球打ちました。あ、まだ、あ、いや、素晴らしい、大ヒット。いや、めちゃめちゃすごいです。こちらに数値が出てます。 J のなんと228ヤード、クラブスピード30、1回39まで出てましたよ。出てたよね。ボールスピード57まで出てましたね、さっきね。あ、いや、素晴らしい、ナイスです。おー、ありがとうございます。いや、めちゃめちゃ飛んでますよ。いや、でも教えてもらったのを一生懸命やったんで、すごい、ヘッドスピード速かったです。39出た瞬間びっくりしちゃいました。え、もう40出ちゃうと思って。確かに、いや、でもここら辺とか痛くなりそう。あ、そう、あのね、ドラゴンってちょっとゴルフが長距離走だとしたら、ドラゴン短距離走だから、うん、思いっきり振る練習って1日にいっぱいしない方がいいです。うん、危ない、危ない。あの、ちゃんと入念にストレッチして、その少ない球数をね、やってもらった方が僕はいいと思います、はい、僕もドラコン練習、うん、その本気で振るって何球かちゃんと決めてやるんで、皆さんもそうですね、思いっきり振る際はちゃんと入念にストレッチするのと、球数をある程度決めてやっていただくといいかな、うん、はい、わかりま
ました。はい。あでも飛んだんでよかった。ナイスです。おめでとうございました。すごい。え初めて228とか。いやめちゃめちゃキャリーで200ぐらいいってますから。ナイスです。はい。ありがとうございます。じゃあ次は。じゃあ次は私が。一斉プロ。それでは一斉プロのドラゴンチャレンジお願いします。お願いします。さんすごくないですか、全部入ってるっていう。確かにもっと触れるのかもしれない。そういうことです、ね、もうリミッター解除して、うん、これが例えばじゅんさんがね6球中2球ぐらいしか入らないぐらい振って、うん、250ぐらい飛ぶかもしれない。確かに250飛んだら気持ち悪いな。じゃあちょっと気持ち悪くなるように頑張りましょうよ。いやすごい、こんな短期間でこんなに距離が伸びると思ってませんでした。いや素晴らしいです。いやクラブスピード39っていうのは僕ね本当にびっくりしました。あそれってすごいんですか。いやすごい、女性でクラブスピードトラックマンで39って相当速いですよ。へえ、あんまりね測ったことないし気にしたことないんで。うーん、じゃあ40目指してトラックマンで40出せたら、うん、自慢できます。ここね、じゃあちょっと1本目の動画3つ引いてください。ここぜひ、ここです。はい、ということですごい面白かったです。こちらこそすごい楽しかったです。はい、はい、またチャンネルを開設した時にははいコラボお願いします。またよろしくお願いいたします。はい、すいません、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。またねー、またねー。僕が言うスタイル進行ありがとうございました。ありがとうございました。じゅんさんすごくない？すごい、これすごいですよね。すごいよ。
全然さ、こんな飛ぶんだ。本当にすごいと思います。228すごいなぁ。いや、今日15ヤードは伸ばせるなと思ったんですよ。へぇ、20はいくと思わなかった。ジュンさんやっぱすごい器用っすね。器用っていうか、やっぱり器用なんで、これ以上っていうのがちょっともしかしたら出ないかもしれない。あ、リミットかけちゃうみたいな。そう、あ、ここはこう動かさなきゃうまくいかないみたいな。一か八かやらないタイプです、うん、もう僕一か八かしかやらないだから飛ぶんだろうな飛ぶだけです。なんかね、どうしてもすごい瞬発力ある人に勝てないなっていうのがいつもある。あー、なるほど、うん、振り切っちゃってる人。そう、うん、でもちゃんと正しく理解して、うん、毎回正しくできるようになったら、そういう人の方が強みは強いですよね。やっぱりラウンドでそれができるから。確かに、ゴルフ中は強いかもしれない。そういうことです。だからゴルフ中にその僕の言った要点を活かしながらラウンドするっていう点に関しては、ジュンさんみたいな人の方が、うん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 、うまく回れるかもしれないですね。明日雨がなければゴルフなんで。いや、大事ですよ、ね、やっちゃってください。ただ、本当言えば、うん、インドアとかでこういう風に飛距離アップレッスンをした後に、うん、一回屋外練習場でやってもらった方がギャップが生まれない。そうですね、コースにインドアのここでガンってやってからコースにガンっていってここやると、うん、ここの距離感とかがまた難しくなるから。コースって平らじゃないじゃないですか。そうですね。で、インドアの練習場って多分一番平らで一番好条件なんですよ、うんうんうん、で、次に屋外の練習場とかで実弾道を見ながらってなると、またちょっと起き上がりのタイミングとかも変わってきちゃうかもしれないんで、そうですね、まあ、そこを一回屋外の練習場とかで挟んでもらうと、まあ、やりやすい、ね、そうだ、屋外の練習場でいきなりこういうふうに僕の行ったレッスンをやってもらうのも意外とありかもしれないですね。そうですね。でも私は本番でやっちゃうから。ジュンさんは本番でやってくださいそれもそれで面白いすぐやるから、はい、やってくださいすぐやります。屋外の練習場でやりませんラウンド中にずっとやりまくる、うん、お願いします。この間のレッスンこうだったなとか急に。でも本当に多分これがちゃんと受けてたら、うん、コースでもこの飛距離ちゃんと飛ぶと思いますよ。数値がそう伸びれば絶対伸びるんだ。はい、ちょっとまたスコア良くなっちゃいますね。ありがとうございました。ありがとうございました。